能登半島の地震の影響で石川県や新潟県では携帯電話の通話やデータ通信が利用できないまたは利用しにくい状態が続いています。 NTT ドコモによりますと2日午後5時時点で石川県七尾市、珠洲市、輪島市、羽咋郡志賀町、宝珠郡と新潟県糸魚川市で携帯電話が利用できないまたは利用しづらい状況だということです。 KDDI によりますと2日午後2時時点で地震発生当初影響を受けていた新潟県は復旧しましたが、依然として石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、宝珠郡では通信サービスが利用できないまたは利用しづらい状況が続いています。またソフトバンクは2日午後5時時点で石川県金沢市でサービスが復旧しましたが、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、宝珠郡と新潟県の糸魚川市、上越市で携帯電話がつながらなかったりつながりづらい状況です。楽天モバイルも新潟県では復旧しているものの、石川県の七尾市や輪島市を含む5エリアで地震による影響が続いています。